受理券ファイル274、塩引き鮭、冬の風物詩塩引き鮭の仕込みが新潟県の村上市で最盛期を迎えたそうです。寒風越しのために軒下などにずらりと並べられた鮭、今年は冬の到来が早かったので味についてはかなり期待ができるそうです。昨年よりも捕獲量はおよそ2割多いらしく、値段は例年並みになるそうなんですけども、年末年始を含めて鮭を食べることも増えるでしょうが、お二人の最高の鮭の食べ方を教えてください。最高の塩引き鮭、これはね、丸っぽ、あの荒巻き鮭みたいにいわゆる塩をしてしばらく置いとくっていうんじゃなくて、うん、塩をしたやつを、まあ、わた取って、うん、で中塩、まあ、するんだけど、それを陰で干すんですよね。干すんですよね。そうそうそう。で 風が当たるわけ、うん、だから干物にまでならないけど、皮なんかは出刃包丁じゃないと切れないぐらいになるのよ。そんなに、そうそう、うん、この村上のは有名ですもんね。そんなに頑丈に、うん、そう。でも中はレアなんですか。レアなんですよ、うん。これ焼くときにね、ケチって薄く切るとね、美味しくもなんともない。そうですね、分厚く、ね、分厚く切って、あのちょっと炙るだけでいい、ね、はあ。そうすると中がこう蒸された状態になって、ほわほわほわ。そう聞くとなんか美味しそうな感じが、うん、でも鮭っていうのは本当に体にいいらしいよ。あ、そうですか、うん、へえ。ちゃんと取った方がいいらしい。あ、ちゃんちゃんとね、うん、僕は3日に1回は鮭食いますからね、うん、朝飯でちゃんと焼いて。あ、いいですね。塩鮭っていうのはやっぱりね、あの焼くのが一番ですね。鮭を焼くのが一番、焼くのが一番、うん、あの美味しいやつは皮も食えるんだけど、うん、あの皮と肉の間のちょっとこういろいろ変わったのところがすごく美味しいのね。美味しい。そこをつまんで食うのがすごい好きなのね。あの半透明っぽいようなふにふにってるところですか。うん、なんかあの皮の境目のところコラーゲンね、うん、コラーゲンそれとね、 あの3枚におろすと、要するに一番お腹の先端のところに旨味成分が凝縮してるところがある、骨の周り、うん、はい、だから切り身になってるよ、鮭って大体言ってるから、はい、それの一番上側の端っこと一番下側の端っこのところに一番美味しいところがある、はい、あそこの、あのそこで僕ら大体あのうちで朝ごはんの時は一匹を半分こするんだけど、はい、どっちが先にどっちを取るかっていう腹が取るか背中取るかみたいな、どっちかというとこうあの形がこうなってるじゃない、こう形が細くなってるんですか、うんうん、細くなった方のあそこのところが好きなんですよ。ハラミでしょ、ええ、ハラミの方があそこうまいですよね。あそこ皮も食えるもん、ピラッと、うん、結構あの骨の周りについてる肉も美味しいんですよ。そうそう、鮭って美味しいです、ね、鮭の骨っていうのはね、あの缶詰でありますね、うん、ありますね。大好きです。これ猫もね、あ、そうですか。大した猫は骨全部食べるよ。ああのちょうどここの頬の下のあたりかな、うん、一番硬いところがあって、うん、ここは残すけどほとんど食べますね。あ、そうですか。中骨からそれもちょっとこう砕いてやったら、もう僕で最後はあそこチュッチュッしたいもん、髄のとこあれ缶詰で中骨だけ売ってますよね。売ってます。あれはなかなか軽すぎていいらしいですよ。酒のつまみにいいんであれば。すごい美味しいね。ちょっとマヨネーズちょっとつけてね、うん、あ、マヨネーズつけて、ちょっとつけてでも最近はね、あのノルウェー産とチリ産が多い、ノルウェー産多いですね。ノルウェー産うまい。あ、うまいですか。うん、チリ産は養殖でもうまい結構じゃ全部 OK ですね。全部 OK。 あ, あれ冷凍でも大丈夫なのよ。ああ、うん、あれ昔ね、僕なんかテレビ朝日の番組で中近東行った時に、トルコでね、あそこのイスタンブールの海岸のところで、フィッシュ&チップスみたいなやつを売ってたの、サンドイッチ、サバの塩して揚げただけのやつをパンに挟んで売ってるのよ。サバ、サバ、サバ、モンモンのついてるやつよ。ね、美味しいんだろう。うまいの。トルコはパンがものすごくうまい。パンが美味しいの。で、小麦粉がいい小麦粉が取れるんですよ。大穀倉地帯があって。で、それを食べてたらね、横にね、日本語でよカタカナでノルウェー産サバって書いたんだよ。カタカナで。カタカナで。ね、トルコのそんなところで。いや、川崎じゃないですよ、イスタンブールでよ、なんで日本語なんだろう。びっくりしたよ。だからその当時から日本に送られてるやつがあったんだよね。へえ、なるほどね。だからどこ見てもね、トルコ語とか書いてないんだよ。ガメできたのかな、どっかから。いやなんて思いながらね。すごいな、そこにあるってのは ねすごいですよね。ノルウェーは美味しいね、やっぱり。
寒いから。寒いから。寒いとこの魚の方がうまいよね。うまいですよね。もちろん北海道のやつもうまいけど。うん。鮭は、あの塩っぽい、しょっぱいやつと普通に、うん、あの塩気がないのとありますよね。まあ、塩鮭が好きな飯食うには。あ、塩鮭の方が好きですか。ちょっとしょっぱいなってぐらいのがやっぱりね、飯には合うね、あったかい飯には。あ、うん、お米が進む感じ ね。いや、私昔腎臓炎やりましたからね、子供の頃に、はい、塩っぽいのダメなのよ。あ、じゃあ気を使って。小さい時本当の塩鮭を、あの一口かじって、ご飯一年食べてましたもんね。昔はしょっぱかったですもん。そう。で口の中にあのほっぺたの隅の方に置いといて、でそれでご飯だけ中に入れて。昔の鮭だって本当塩があって皮のとこ浮いてましたもん。ずっとついてて、なんかお湯かけて食べてた記憶がある。私昔の鮭はそのぐらいだからしょっぱかったね、塩が。今それでも減塩なんですかね、思考としてはね。だって甘塩っていうのがあるでしょ、うん、薄塩っていうのがあるでしょ、うん、あと振り塩っていうのがある。塩振っただけっていう生のやつ、だからこう売る前に振って、生のやつに振って売ってるのがあるね。塩鮭でもあの中辛とかってありますからね、うん、中辛、うん、中辛、あのだからあの塩分が少ないっていうね、うん、中辛。あと紅鮭と銀鮭が、あ、紅鮭とね、紅鮭聞いたことある。紅鮭の身が赤い、赤カッカッカッカってしてて、銀鮭は、銀鮭は外が、あの皮のところが銀っぽい、銀の部分が多いっていうか、なんかそう、味的にはどっちが。銀鮭好きだね。あ、銀鮭好きですか。銀茶銀茶好きですか。お茶漬けにしてもお味な鮭はな、美味しい。おにぎりも鮭だな、どっちかちょっとね、美味しいね。たらこもうまいけどね。たらこね、焦がしちゃダメなの、硬くなっちゃうから。中は生、中は生でね、外だろ、蓋面だけ表焼いて裏焼いて塩焼いちゃダメ。あ、塩もダメですか。塩もダメ、うん、それでおにぎりやった、うまいんだこれは。あ、でも鮭だな、やっぱり鮭ですね、王様は鮭、うんうん、最近あのあれ来られましたけど、骨のない魚を売り出すらしいです。あ、まあ、給食とかあと老後施設ではもうやってるらしいけど、病院とかでは骨を抜いちゃってそれで売ってるんですよね、なんかデパートでお母様方がこれすごいっていうのを見たんですけど、あれはな、どう手間かかって高いだしょうっていう、あれだって機械でできないもん、まだね。そしたら見たら、そこではあのその会社では中国で全部売って、中国で全部手作業やってるんですよね、うん、骨を抜く作業ですか。一人ね、賃金が月300円ぐらいなんて、月に、うん、はあ、そう、ものすごい、あのテレビだけどものすごい人数がザーッと並んで全部手作業でこうやってゴム手袋して取ってるの、骨骨ね、刺されそうなやつとか。え、でも取るってことはお腹パッて開いちゃうんですよね。開いて骨取りますよね、中骨だから3枚に下ろすわけ。うん、えっ、おろしたまんまで売られる。それを今度ね、なんか粉があるんですよ、うん、なんか味のしないみたいな、その粉を接着剤でつけて閉じてあの売るんですよ、無色。あ、魚の形にして、うん、そうそうそう、海に。それどうなんでしょうね。まあ俺が骨がしゃぶったりそれがうまかったりするからね。だってこうやってこうさばいていくこの快感よね、ですよね、うん、ほぐしていく、うん、で骨は骨で、骨は必ずしゃぶるっていう、そうそうそう、うん、私はやっぱりどうしても魚はね、骨があってこうそれをこううんとかうまく取って、うん、うまいね、食いとかとか食べるとか、頭も食べるとかね、うん、アジの干物の程度だったらもうね、その食べちゃう、ね、もしそうだったら昔の猫怒りますよね、俺の食うとかどうすんだって。そうだそうですよ、これからね。だって残らないんだもん、魚が。そしたらもうあの鮭の中骨の缶詰ですよ、もう缶詰でっていうことになりますよ。うん、あ、ダメだ。ダメですね。猫が歯悪くなっちゃうわ。カルシウム不足で。ですよね。硬いもん食べないと。ね、皆さんもお酒美味しく召し上がってください。一曲お送りします。沢田研二さんの新しいアルバム、忘却の天才から、糸車のレチタティーボ。
真ん中を持って、同じ繰り返す。伸びない。伸びた。でも、だって行くんだね。行くんですね。ほら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 。もう、締めんだったらいいかもしれない。ちょっと太すぎますね。まだ太いかな。茹でて自分で食べるときに言ってください。そんなわけでもないです。いやー、しかしあなたもいろんなことやりましたね。やってますね。全部一つ思い出しますか？いや、全部思い出しますね。あれ本当にこう不思議でしたよ。あ、さあ、それではここで再び沢田研二さんの素敵な歌を聴いていただきたいと思います。愛の嵐。